エドワード・ジェームズ・オルモスは、アメリカ合衆国の俳優、映画監督、メキシコ系アメリカ人、エミー賞受賞歴、アカデミー賞ノミネート歴を持つ。代表作は、ブレード・ランナー、特装刑事マイアミ・バイス、宇宙空母・ギャラクティカなど、カリフォルニア州イースト・ロサンゼルス生まれ、父親はメキシコからの移民、母親はメキシコ系アメリカ人。少年時代から、 野球選手になることを目指していた。オルモスは13歳でロサンゼルスドジャースのファームクラブに入団し、キャッチャーとしてプレーをした。同じ時期にロックバンドにも興味を持ち始め、15歳の時に音楽の道へと転校。1960年代から1970年代にかけてロサンゼルスの有名なクラブでライブ活動を続け、大学に進学すると、 自分の音楽をよりダイナミックに表現する方法を学ぶため演劇のコースを進んだ。友人の勧めもあって、やがて音楽から演技の道を志すようになり、映画やテレビドラマの脇役で出演した。1978年には、第二次世界大戦時のカリフォルニア州における、メキシコ系アメリカ人と地元警察による緊張を描いた舞台。 ずっとスーツでエルパチューコというナレーターをも務める男を演じた。この舞台はブロードウェイでも上演され、彼はエルパチューコ役でトニー・ショーにノミネートされた。1981年の同盟映画でも同じ役を務め、同時期にウルフェンやブレードランナー、グレゴリオ・コルテスなどといった映画に出演した。1984年に始まった。 特装刑事マイアミ・バイスでドン・ジョンソンやフィリップ・マイケル・トーマスとは対照的に常に冷静沈着なマーティン・キャステイロ警部を演じ一役有名になった。1985年、彼はこの役でゴールデングローブ賞とエミー賞を受賞した。1986年に始まったシンスター・トレックにおける USS エンタープライズ号の艦長役のオファーもあったが辞退している。 それから映画業界に復帰、1988年の映画、落ちこぼれの天使たちで、生徒たちの成績の悪さに失望して、生徒たちに数学の面白さを教えた、実在の数学教師、ハイメー・エスカランテを演じ、アカデミー主演男優賞にノミネートされた。1992年には、アメリカン・ミーを監督し、1995年には、ミファミリアで、 ある地下の一家の歴史を生きる男を演じた。1997年にはセレナでジェニファー・ロペスと共演した。2006年の映画マイアミ・バイスではマイケル・マン監督よりキャステロ主任役の申し出があったが断った。1971年にハワード・キールの娘カイア・キールと結婚し1992年に離婚。1994年に 女優のロレイン・ブラッコと結婚1999年に離婚。その後交際のあったライマリ・ナダルと2002年に結婚したが2013年に別居した。2007年にはメキシコ市民権を取得した。オルモスは俳優であると同時に活動家としても知られている。多様な民族が集まり犯罪件数も多い。イーストロサンゼルスで生まれ育った自らの経験を活かして、 教育の必要性、ギャングやマフィアに関わることのリスク、自分の行動に責任を持つことの重要性等を子どもたちに広め続けている。またユニセフの米国親善大使、サウスウェスト有権者登録プロジェクト、少年糖尿病財団、エイズ啓発財団、佐渡のスポークスマン等を務めたほか、数々の人権運動にも参加している。百九十一年にはアメリカ海軍が、 プエルトリコのビエキストを演習場にしていることへの抗議運動に参加し、基地への不法侵入の容疑で逮捕され20日間、拘留された。1998年、アメリカに住むラテン系民族向けのテレビ局、ラティーノパブリックブロードキャスティングを、プロデューサー、女優のマーリーン・ガーマーと共同で設立した。教育を主体とする非営利目的の組織で、オルモスは取締役を務める。 ありがとうございます。